地域の衛星写真羽村市は、東京都の多摩地域西部に位置する市。東京都で最も人口が少ない市である。多摩川中上流左岸に広がる。西と北を青梅市、東を西多摩郡瑞穂町、南を福生市、あきる野市と接する。平成22年国勢調査によれば、青梅市への通勤率は 12.4% である。経済的には、北西部の小作地区は、青梅市と南東部の羽地区は、福生市との結びつきが深い。多摩川上水の開削に際しては、羽村に取水堰が設けられた。近代以後は養蚕を主とする農村だったが、高度経済成長期以後、自動車工場の誘致、建設などで人口が増加、また、東京のベッドタウンとなった。面積は 9.90 平方キロメートル。全国の市で7番目に小さく、東京都の市の中でも、狛江市、国立市に次いで3番目に小さい。多摩川の貸し段丘上には、数多くの考古遺跡が分布し、地域でも縄文時代中期の山根坂上遺跡をはじめとする中期集落遺跡が分布している。弥生時代の遺跡は見られず、古墳時代も後期の遺物がわずかに出土しているのみ。律令制下では、武蔵国多摩郡に属し、中世前期に至り三田市の支配する、蘇我保長淵郷に比定される。戦国期には、相模国の五北条氏が関東へ進出し三田市を滅ぼし、市域も五北条領国に含まれ北条氏照領が置かれている。近世を通じて3か村が存在する。制御は、市域の大半で、畑作が主軸で、多摩川流域の一部地域で、米麦栽培が行われる。武蔵野台地では、永安2年には、多摩川上水が開削され、本格な新田開発が行われるが、羽村取水口が設置され水元の村となった地域には、羽村石陣屋が設置され、江戸兵からの出役人が交代で勤務し、地元百姓も水番人を務め水質などを管理した。天明4年には、武州村山騒動が発生する。2005年に、夜間人口は 56,452 人である。市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は 55,966 人で昼は夜の 0.991 倍の人口となり、昼夜間人口比が均衡している。通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者 17,293 人。市外から市内へ入る通勤者は 18,392 人。学生では、市内から市外に出る通学生は 2,447 人、市外から市内へ入る通学生は862人である。なお、国勢調査では、年齢不詳の者が、東京都だけで16万人おり、この項の昼夜間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に若干の誤差は生じる。羽村市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。また、土地区画整理事業が完了した区域等で町名地番整理が実施されている。1966年に日本住宅公団によって青梅市にまたがる西東京工業団地が造成された。小学校、中学校高等学校特別支援学校羽村駅、隣接する青梅市、福生市とは鉄道で結ばれている。同様に隣接するあきる野市、瑞穂町へ通じる鉄道の便はない。利用客数は小作駅の方が多い。市内では羽村市、コミュニティバス、羽村が運行されている。羽村市内の運行だが、一部の時間帯は、福生市内を通る公立福生病院経由ルートで運行されている。他に、小作駅より、青梅、あきる野、福生方面のバスが、西東京バスにより運行されている。羽村駅より、箱根ヶ崎駅や瑞穂方面に立川バス、栄町や青梅市新町9丁目方面に、西東京バスが運行されている。市の北西端を圏央道が通過しているが、インターチェンジはない。また、市の東部には、国道16号が通っており、さらに、都道、立川青梅線と都道、福生青梅線が市を南北に縦断し、都道羽村瑞穂線及び都道あきる野羽村線が東西に横断しており、隣接市町村を通過する国道16号や国道411号などと連絡している。羽村市動物公園2013年に誕生した公式キャラクターで水、花、緑をモチーフにしたデザインをしている。出典はこちらを参照。ありがとうございます。